はいお疲れ様です、えー、今回の動画はですね、えー、平均断面法による度量計算についてですね、えー、お話ししたいなと思います。えー、平均断面法とはですね、えーまあ、例えばあ断面積ですね、A1 という断面積があって、そして A2 という断面積があります。でこの2つの断面積を 平均してですね、平均断面積を求めて、この A1 と A2 の距離をですね、掛け算した結果が体積となります。この計算方法がですね、平均断面法という計算方法になります。はいということで、ちょっと簡単にですね A 作ってみたんですけども、まあ、例えばですね、A1 の断面積がありますと。 A1 プラス A2 ですね。A2 があって、これを足して、割る2ですね。割る2をして、かける L1 ですね。この距離をかけると。そして次ですね。体積2ですね。V2 イコール、A2 足す A3 ですねで。これを足して、割る2ですね。平均して、かけるの L2 と。 という計算ですねそしてこの V1 と V2 を足したものがこの全体の、えー、体積になるという計算方法ですね。はい。ということでですね、えー、今度は、えー、Excel でですね、ドロー計算の方をちょっとしてみたいと思いますけども、ちょっとですね、あの仮にちょっと図面作ってみたんですけども、ちょっとこちら平面図で,ですね。 黄色の部分がですねこのように切り土になります。そして緑の部分がですねこの右側の森りという形ですね。まあ、こういう地形に対して、まあ、幅8メーターのですね、まあ、ちょっと単純なんですけどもこの切り森があるという、まあ、道路のですね えー、計画をしましたということで、この度量をですねも、えー、計算してみたいなと思います。はい。ちょっとナンバー0だけ拡,あの拡大したんですけども、えー、まずナンバー0からナンバー5までのね、えー、断面から、えー、CA ですね、切り戸のカットエリアの面積と、盛り戸の、えー、バンクエリアですね、BA を、えー、CAD のですね、 えー、面積測定を使ってこの断面積を、えー、拾った数字がこの5.47とかですねでそれからこの1.11っていうのが、えー、断面積になりますこの数値をですね、えー、使ってですね、えー、先ほどのナンバー0からナンバー5までのですね数値をここに入力してありますえー、距離はですね ナンバー0からナンバー1、1側点がです、ね、20メーターです。そして、断面積はですね、あの横断図に表示してあるあの面積の数字を入力してあるんですけども、こちらの左側ですね、この黄色の部分ですね、この左側が霧土、えー、ということですね、CA のカットエリアと。それから、えー、右側のこの緑の部分が えー、BA ですね、バンクエリアの盛り土という形になっております。そしてですね、えー、平均値はですね、この断面積のこの隣に平均値があるんですけども、平均値はナンバー0とナンバー1を足して2で割ったものが、このナンバー1のこの横の欄ですね、ここに表示されるようになっております。 次のナンバー1とナンバー2の平均ダ面はナンバー2の欄に表示されるようになっております。まあ、こんな形でですね、まナンバー4とナンバー5の平均はですね、こちらですね、ナンバー5の横に表示されるという形ですね。それから、この平均値と距離ですね、この距離を掛け算して流石が出ると。 えー、この数字が掛、えー、け算したものですね距離を掛け算したものが、えー、体積になって合計したものがこちらになるという流れですね、えー、この結果からですね切り、えー、土が531ーベですね盛土が198ーベということで、えー、計算が出ております。 はい、ということでですね、えー、平均断面法については以上なので、ちょっとまとめてみたいと思いますけども、えー、今の、えー、表をですね、ちょっと拡大したものがこのようになります。はい、ということで、今回の動画はですね、平均断面法による、えー、土量計算についてですね、えー、お話しさせていただきました。えー、平均断面法とはですね、 断面積ですね A1 とそれから断面積の A2 を平均した断面積に距離ですね距離を掛け算して体積を求める計算方法ですで今回はですね横断図の、えー、切り戸面積の CA と盛戸土面積の BA の値を使って Excel で Excel ですね エクセルでの計算法についてもですね、えー、今回は解説させていただきました。えー、あの今回使ったエクセルの表ですねあの、ブログからダウンロードできるようにしてありますので、もしよかったらですね、あの使っていただけたらなと思います。はい。ということで、えー、今回の動画は以上となります、えー。私のチャンネルはですね、このようにあの土木の 現場のことについてですね、発信しております、えー。よかったらですね、チャンネル登録していただけると非常に、えー、嬉しいです、えー。その他にもですね、あの同じ内容で、えー、ブログの方もやっております。あと、ツイッターの方もですね、あの1日1回程度ですね、つぶやいておりますので、えー、もしよかったらですね、ブログとツイッターの方ですね、覗いてみていただけたらなと思います。ということで、 えー、動画をですね長時間最後まで見ていただき、えー、本当にありがとうございました。